レンさん。なんで、じゃあ3位決定戦やりますので、セイポンさんと、レンさんの方、ちょっとすいません、じゃんけんお願いします。なんか、ジョイソルさんと山本さんは、決勝前にコメントがあるらしいんで、面白いコメントを用意しておいてください。決まりました。いない？レンさんいない？ああ、すいません。レンさんすいません。3位決定戦やりますんで、セイポンさんとちょっとじゃんけんしてもらって。そういえば今日は殺意キャラが一人もいませんね。ちょっと残念。殺意キャラ。殺意に目覚めたリュウと、中2に目覚めたゴーキ。まあさすがに今は大会で使うには早いキャラか。さあ、3位決定戦は、セイポンさん対エンさんのローズ。さあ、セイポンさん、負けはしたものの、6連勝と見事な活躍を見せた。さあ、3位になって、優秀の美を飾りたい。さあ、3位決定戦。先ほども見たような感じがする、この誠大ローズの組み合わせ。エイヤとゲージを貯める。テイク次は、しっかりと読んでいたスライドでくぐって投げ。中足、投げ無敵予算臭い。さあ、バックスで回避。マイスでジャンプで逃げると見せかけてしゃがみ大キックだったが、コンボをちょっと食らってしまった。ギリギリ三段。うわーたうわーたーしっかりと反撃方法を分かっている。さあ、トサナミがガードされてしまった。まことがこうなると、打つ手なしか。さすがにどうしようもなかった。さあ、レンさんのローズ、バチポイント。まあ、ローズに対してじゃなくてもね、やっぱトサナミは、話はどうしても結構強いんで、選ばれたらやばらせ、めんどくさいウルゴン。投げて、さあ、めくりジャンプと見せかけて、投げる。トサナミはしっかり読んでいたっぽい。ガードして、中盤ドリルでしっかり反撃。さあ、テイクする気、さあ、しゃがんでる相手なので、立ち台パンチ届きにくいです。それに大パンで確実に転ばす。デバイル大パンチジャンプ読み。さあ剣が刺さる刺さる。おっとこれはどうなる、どうなる。おドリルで1個だけ消費。さあ2個目は当たって中パンドリル。ローズ側がきっちり立ち回りを見せた。さあ強かった。3位は、レイさんのローズ、おめでとうございます。はい、じゃあ決勝戦、始める前になんか、決勝進出者でコメント言いたいらしいので、それぞれちょっとコメント一言ずついただきたいと思います。じゃあまず、まあなんかもう、無印の頃から三重のファンタジスタと呼ばれてきた山本健から一言いただきたいと思います。いやーもう、ここまで来れたことがもう嬉しいんで、あとはシグマ勢でどっちが強いか決めたいと思います。頑張ります。はい、山本さん、じゃあ、頑張ってください。じゃあ続いて、まあヤオンで、ですね、残儀を倒したり、ですね、上がってきた、ジョイソルさんに一言いただきたいと思います。三重の煽りをジョイソルさんです。ミンスルに元気を与えている。ラウンド1の重藤さんのために僕が勝ちます。負ける要素はないと思ってるんで、さあ2人からそれぞれ頼もしいコメントをいただいたので、それじゃあ、第10回ミニファイトクラブ決勝戦、ジョイソルヤン対山本健、さあでは開始いたします。楽しんでください。さあ負ける要素はないと言い切ったジョイソルヤンと、ここまで来ただけで幸せですと言っていましたが、だからその奥には負けるわけで、勝っていきますと強気のコメントを見せた山本健。さあ決勝は舞台にふさわしいオールドテンプル。さあどうなる、中がシャドウで先手取ったの山本健、大勝利をしっかり見ている。めぐり竜巻はしっかりガード、大足で転ばして、おっと詐欺飛びだったが反撃しにくい。しゃがみ大パンチ波動拳。さあ画面端に追い詰められた。だが剣がもう中足ハイト
逃げ竜巻ができる。だが大栄翔食らってめくり中キック、昇竜っぽいのが潰れてる。さあめくり中キック外昇竜こすっている。やはり剣にはこれがある。次大栄して転ばして空ジャンプ投げる。おっと垂直ジャンプ竜巻、あ意外とあれ対処しにくい。さあしゃがみ大パンチで雷撃が落とせず一気に端に追い詰められるが、さあ波動拳で削り下ろした。さあ山本拳マッチポイント、ウィニングポイント。さあ用意するヤンヤンだ、間違えた、また間違えた。さあホイホイハード、ホイホイハード。さああれだけ言ったのだからここで終わるわけにはいかない。さあ見事に雷撃を勝利を誘って画面端めくり中キック解放、昇竜海かまた解放。さあホイホイハード完全に今のは、いやさあヤンペースだがしゃがみ大キック、やっと今度は正面。さあまだ分からない、ゲージにホールド剣。さあどうだ、グラップ押し込むのも怖い。大勝利カウンターヒットしてるぞこれは。さあ終わったっぽい、終わったか、終わった。勝ったのは山本剣、見事に相手のグラをじわりじわりと誘う誘うと見せかけて最後に誘い切った。さあ非常に劇的な幕切りでした。じゃあ